それって。
いい加減にしてくだされ。なんと。え？おい。やがみし。はい。感謝しておりますぞ。なあ。はあ。はい。はあ、そうですとも。わかった。
あの、はい。あの、
そうですとも。つまり、なるほど。しばらく見とけっての。信じらんない。名前か。よしよし。
ちょっと。いやいや、要するに。はあ？Thank you.
おう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。名前か。またな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろや。ビンゴ。
あの、いえ、ったく時間食っちゃったよ。ムカつくわ。
ん？わかった。しばらく寝とけっての。いい加減にしろや。ったく、時間食っちゃったよ。八神です。
なるほど。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
もしもし。白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越芝殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って？ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ。連中としては自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。その時は矢上さんも同席してもらえますか？ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野君が明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました、少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった、矢上さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。まずは池袋駅から検証するつもりなので、矢上さんも明日そちらへお願いします。わかった、それじゃ。いい加減にしろよ。止まれっつろ。離せくれ。残念だったね。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。
名前か。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。またな。しばらく寝とけっての。名前か。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。
名前か。またね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。はい。
なるほど。名前か。どうしたおら。おれ。どれ。
からでも切れ。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
前か。名前か。またな。前か。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。
なんだ。少しだ。よし。ボールか。この女がどうなってもいいのか。さっさとレジ開けろ。Okay.
おい、まったく。なるほど。Thank you.
ジかよ。しばらく寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。いい加減にしろ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん、その看板ですね。事件前、江原はそれにもたれかかっていた感じです。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。江原は結構長い時間このホームにいたんだって。ねえ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。痴漢相手を探して1時間も。ええ、気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。そして9時6分、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿駅に向かう電車に乗り込んでいったんです。ピンクのカーディガンの人、白いスカートの。そうです、マミヤユイさんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸クソ悪いな。多分抵抗しなさそうなおとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。この映像俺のスマホにも送っといてくれる？ねえ。では次は新宿駅に行きましょう。このあと向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です。八神さん、今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の立ってた場所か。これは怪しいな。
江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されてます。で、被害者から逆に腕をつかまれた江原はすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね、ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外にもあるのかな。ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって一台だけじゃないです。ワンサがあります。確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時、江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ねえ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。江原が取り押さえられたのがずっと向こうです。矢上さんは防犯カメラの位置を見つけたら教えてください。僕の方で俯瞰図に書き入れていきますよ。怪しい。これは今近くにあるカメラは全部チェックできましたね。じゃあ少し先に進みましょう。
この辺のカメラはチェックできました。もう少し先に進みましょう。これは怪しいな。カメラはこれで全部チェックできたと思います。駅ホームの俯瞰図が完成しました。ここに今防犯カメラの位置とレンズの向きを加えてみます。これはなんだ。これはが痴漢をしてた時の状況は大まかに言ってこんなところです。どうですか八神さん、何か気がついたことは。江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ええ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日。江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て。その奥さんに会うのが億劫でなかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は
一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日、息子の敵である御子柴が偉人町で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が御子柴殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後には無関係だと言い張れる。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく御子柴殺しの一味と関係してるよ。けどそこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか？ああ。共犯者たちは誰なんでしょう？江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね？そういう連中を雇って息子の敵を撃ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう？ いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか？場所は東京拘置所、源田事務所からタクシーで向かいます。わかった、明日だね。なら俺は一旦偉人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが？うん、今回の件で江原が何したにせよ動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に御子柴のいじめがあったのかはっきりさせたい。でそれを聞くべき相手は偉人町に心当たりがあるんだ。わかりました。ではそちらは八神さんにお任せします。うん、それじゃあ明日。
西園。あ。まあな。なあ、西園。ありがとうございます。おう、
沢先生。もう構わないで。私は何のお役にも立てません。三越芝広の殺害には十中八九江原さんが関係してます。私には関係ありません。江原さんは三越芝が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか？先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか？4年前三越芝と敏郎君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え？昨日は三越芝が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな。江原さんは三越芝が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは三越芝殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。え？江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと、みんなにそう言いたくて仕方ないんです。その下絵の主は三越芝浩と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前本当に彼の息子は三越芝のいじめを受けてたのか。今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。三越芝君がいじめをしてたなんて事実は。待ってください先生。え？失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも三越芝のいじめがなかったと言うんなら俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか？4年前私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後この屋上で一息入れてたところに敏郎君が逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら、人差し指を立ててよく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越芝君が敏郎君を探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎君の表情が状況を全部物語ってたから。三越芝のいじめを受けてたんですね。ええ、その後敏郎君から聞きました。三越芝君たちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎君がクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三越芝君は味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎君を連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎君の家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。
そして敏郎君はお金を払えないとき、学校で殴られたり、トイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですから。少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎君から聞いたことを全部。その先生はベテランで、私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越場君をいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎君の話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのは、なるべく校内で敏郎君が一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎君は自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越場を問い詰めた。敏郎君をいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。三越場君はいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越場君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。敏郎君の自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて、私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎君に聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時
あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、アンケート隠しがあったこと私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎君がいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば三越馬君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任はもうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。あの先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。矢上さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、みつる君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任はみつる君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた。私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたらその一番手は三越芝です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。みつる君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。
八神さん。へえ。どの曲にしましょう。衣装を選んでください。どうかな。振り付けはどうしますか。どの曲にしましょう。よし、やるか。
すみません。なるほど。はい。実は。それって…はい。なあ。え？おう。いえ。わかった。
加減にしろや。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。天沢、
八神さん。慎重に行こう。マイカちゃん、葛西さん、それは。察するに、ああ。おい、お前は。いやいや、八神。いや、ちょ、
ああ。すげえ。ところで。おい、すげえ。
なんだと？ところで、さあね。あの、いや、つまり。察するに、ああ。はい。なあ。それは。え？まさか。それって。はい。
はい。だが、はい。なるほど。私のせいで。はい。マジかよ。はい。ということは。はい。はい。なるほど。それは。でも。琴子のためだから。いえ。それは。はい。
八神さん。ここが糸倉さんのマンションですね。それじゃあ高梨さん、ほらインターホン。はい。誰？ことこ？ことこだよね。その声マイカ。何しに来たの？ことこに謝りたいことがあって。私忙しいの、帰って。でも私ことこと話さなきゃいけないことがあるの。帰ってよ、今すぐ帰って。糸倉さん、まだ切らないで。大事な話があるの。私ミステリー研究会の天沢京子というものです。は？ミスケ？天沢？なんで？高梨さんはあなたのためにパパ活をしていたの。あなたが戻らない限り辞める気はないって。パパ活？私のため？意味が分かんないんだけど。糸倉さん、不登校が原因で授業料免除が打ち切られそうになってるんでしょ。だから高梨さんはあなたの代わりに授業料を払おうってパパ活をしてたの。はあ？それでさっきすごくひどい目にあったんだけど、高梨さんまだパパ活を続けるって聞かなくて。ことこ。ちょっとさっきの話どういうこと？私のためにパパ活してたって。だって実行委員で私ことこのこと無視しちゃったし。だからって人の授業料のためにパパ活？バカなの？そもそも赤の他人がどうやって立て替えるつもり？赤の他人じゃないよ、親友だよ。いや、そういうことじゃなくてさ、なんでそこまでしたの？ちょっと黙ってたらわからないでしょ。ことこ覚えてる？中学の頃私のダンス見て褒めてくれたよね。は？何？あの頃の私、シャイで自信がなくて引っ込み思案で人前に出ることなんてなかった。だけどことこが私のダンスを褒めてくれたからみんなの前で踊れるようになったの。あんたのダンスをバカにするやつがいたら私が懲らしめてあげるって言ってくれたよね。そんなこと。ことこがいつでも私の味方でいてくれたから勇気を持つことができたんだ。それなのに私それなのに私ことこのこと無視しちゃった。ことこはずっと私の味方でいてくれたのに、私実行委員のみんなに嫌われるのが怖くてことこの味方をしてあげることができなかった。ごめんねことこ、ごめんね。何なの今さら。帰って、学校戻る気なんてないし。でも、あ、糸倉さんいいかな。俺ミスケンの外部指導員してる矢神ってものだけど。は？何？なんとか副学考えてくれないかな。このままだと彼女パパ活やめてくれないと思うんだ。君だって高梨さんがパパ活を続けてこれ以上危険な目にあったら嫌だよね。まあ私のせいでなんかあったら寝覚めは悪いけど、でも学校は嫌。クラスにはムカつく奴らがいるし、考えただけで吐き気がする。
読んでるその本ミステリーだよね。ミステリーが好きなの？まあ好きだけど、それなりに。だから何？ミスケン興味ない？は？教室に嫌な連中がいて生きにくいってなら、まずはリハビリ代わりにミスケンにだけ顔を出してみたらいい。そこから徐々に復学を目指していくんだ。理事長のことは俺から説得しておくからさ。そもそもなんだけどさ、なんで学校に行かなくちゃいけないわけ？学校だけが人生じゃないでしょ。要するに社会で生き残っていく力さえあればいいんだから。学校なんてバカの行くところなんだよ。別に私には必要ない。ま、学校が全てじゃないってのはわかる。実は俺も高校出てないんだが、それなりに食えてる。ほら、だったらいいじゃない。ただ最近外部指導員として活動するようになって感じてることがある。俺はこいつらが味わってる、なんつうか青春みたいなものを味わうことなく大人になっちまったんだなって。青春？ああ、天沢やダンス部のみんなが同世代の仲間と生き生きと過ごしてる姿を見ると、素直に羨ましいって思うんだ。だから糸倉さん、まずはミスケンにだけ顔出してみて様子を見てみないか。俺みたいに後で後悔しないようにさ。その結果学校なんか必要ないって結論出すなら、そん時になってから退学すればいいじゃないか。まあそこまで言うなら考えてやってもいいけど。来てくれるの？放課後ミスケンにだけ顔を出す。それで授業料免除が続くならって条件でね。そこは八神さんが何とかしてくれるからきっと大丈夫。何せ弁護士だし。琴子、待ってるからね。ところで、